はい、ちょいき太郎チャンネルで在日と刑務所みたいなやつを話して、私あんまりこれ触れてこなかったんだけど、やっぱりあったかっていうことで、私はね、その差別的とか偏見とかっていうことがなくっていうか、そんなことにこだわってる、このね、まだ日本の文化のが気に入らないですよ。外国人だろうが、どうだろうが関係ないし、言葉が違っていようが、文化が違っていようが、そんなことは、一切関係ないし、意外と私はその刑務所の中とか、ヤクザの世界はないですよってことを言いたかったわけですよ。ね、一番、やっぱりあったなっていうのは、この言ってるところに、太郎さんも在日なんだろうとかっていうことですよ。太郎も在日だろ。ね、これですよ。いや、仮にそうだったらどうするんだって話ですわ。っていう話。それが、韓国の在日なのか、北朝鮮のね、在日なのか、中国なのか、タイなのか、フィリピンなのか、アメリカなのか、ドイツなのか、フランスかわからないけど、それで在日だったらどうするんだって話ですよ。その一言、だからこういう考えのやつがまだいるっていうのがびっくりで、それね、本当に頭が悪いっていうか、在日って言ったって、この人がどういう、いわゆる、あえて言いますが、どういう混血かですよ。ね、考えて物言えよって話です。韓国人だって、中国系韓国、ね、それからまたロシア系韓国、ロシア系中国とか、そういうこともあるわけ、全部。みんなが簡単にハーフって言うけど、本当に半分ずつのハーフなんてほとんどいないわけよ。クォーターだっての、ハーフとか、そういう言葉もいかないらしいよね、今時バカみたいに。だったらどうするのって。じゃあ仮に私はいろんなところの血筋が混じってますよって言った時どうするのって。これがヨーロッパ系だとかフランスとかイタリアって言ったらまた態度が変わるのかっていう、これがもう気に入らないから言わなかった。やっぱり言ってきたかって。だからコメントが、それが一つ二つあるっていうことは、そういう考え方の人間が一定数いるっていうことで、まあ本当にどうしようもねえなっていうことなんですよ。まあこれね、私があぶり出すような仕方したのが、よくないんだけど、まあそれには腹が立てるっていうか、情けない。だからこんな状態の、認知度っていうか、こういう学習能力というか、こういう世界的な判断において、こういう人が一定数いるのに、オリンピックも国際化もあったもんじゃないと。今日本の経済の中で飲食店、それから、工場、建設業、外国の人の中の力がなかったら一切成り立たないですよ、正直言って。それ分かってんのって。あなたが口にしてるもの、あなたが着てるもの、あなたが住んでるもの、全て外国の人の力によってそれがなってるって。日本人だけの生活とか力では何ともなってないってことをよく考えた方がいいというお話です。以上です。